時刻は日曜日の19時を回りました主政クラブ昼の沖縄会場を公認あなたの一方ラジオこれが私のターニングポイントの時間ですこの番組は素敵なゲストを毎週お招きし現在成功している方でも必ずこん様々な困難がいいターニングポイントを終ります 過去、現在、そして今後どうしていきたいかをですねお聞きしてリスナーの新たな一歩なきっかけにして,いただいたしていただきたいという思いからお届けしております神々でございます MC は株式会社一歩前の伊達ちゃんですはい、今日は皆さんにどうぞよろしくお願いしますこの番組はですね各社様のご,ご協賛によりお届けさせていただいております途中の支援もお聞きくださいなおご協賛も受け付けておりますのでよろしくお願いしますそしてこの番組は えー、沖縄県宜野湾市にある宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾より20時まで放送させていただきます。皆さま最後までお付き合いいくださいということでそろそろですね、えー、と入っていこうと思うんですけどもあ合わせてですねえっ、ー、とサイマル放送でも実際行ってますのでスマホで聞く場合はですねアプリリスラジかマイチューナーレリオからですね、えー、をダウンロードしていただき全国でこの番組をラジオをお楽しみください。 することができますので、皆様のご視聴しやすい関係に合わせて番組に参加してください。さあお待たせいたしました。今日のゲストはですね、さあ横でも明らかにこう緊張しているのがすごいこうわかるね。大丈夫ですか？ <laughs> ですか。これ画面映ってますからね。はい。<laughs> はい、教授。えっ、ー、と、ウェズムツカさんです。はい、ようこそお,お越しいただきました。ありがとうございます。ますはい、ええー、ムツカさんはですね、うちの塾宿命鑑定士養成塾に今お越しいただいてるのと、そしてご自身ではもうすでにね、宿命鑑定士としてえっ、ー、と動かれていらっしゃるウェズさんなんですけど、より学ぼうと、どうやっていったらビジネスうまくいくかとか、そんなことをですね、うちのところに学びえっ、ー、と学びに来ていただいているウェズさんでございます。 さあ早速ですね。上さんにインタビューしていこうと思いますけども、まずはですね。え沖縄の方なんですか。はい沖縄生まれ沖縄育ちです。沖縄育ちね。はい、いいですよこっち見ていただいて。<laughs> はい。でえっとです。でそしてで沖縄生まれ沖縄育ち高校まで沖縄で。いやもうずっと沖縄です。<あ>県外に沖縄、はい、住んだことはありません。あそうなのね。はい、えじゃあその沖縄の高校はえどこですか。あのあれですか。 あのウルマ市の方ですかかはいあ続かれて、はい、あなるほどで高校出られて高校出て専門学校も沖縄県にある専門学校を卒業して就職も沖縄でもうずーっと、はい、ずーっと沖縄ワンチュチえなんて言うんだっけウチナンチュウチナンチュね <laughs> 怒られる絶対怒かれるウチナンチュとっていうことでなんですけどえ子どもの頃はどんな子だったんですか そのなんか明るい子とか小学校と子供の頃は、うん、記憶してるのはなんだろううんコンプレックスの塊でしたらら私はあ、そうなのはい。コンプレックスの塊はい。え、いじめられてたわけではないいじめられてたわけではないんですけど<ー>もちろん楽しい日もいっぱいあったんですけど何、うん、だろうなんか自分の名前とか、うん、この要素から、うんうん 「なんか私だなんて」とか,か,か、ええ「こんな私が」とかそうそう<ー>結構かわいい名前が多,い多かったんですけど私だけちょっと古い名前っていうのであまり人に知られたくないっていうところからこんな顔だしこんな体型だしっていうところからコンプレックスの塊になってあまり人前に出ることがない、うん、なんならもう人おかげに隠れて。うん 生活してるような人でした、えー、でもさそのこんなあれでしょ今日あの目あれでしょ気抜いてるでしょあのちゃんともっとぼってしようと思ったらラジオだから <laughs> そういうとこですよそういうとこ <laughs> 一応化粧はしてますよ化粧はしてるですよ <laughs> してるのとこうかこの前ねあの初めてお会いした時、うん、なんかめっちゃかっこいいじゃんと思って <laughs> 絶対今日ラジオだから気抜いてますよねそんなことないですそういうとこですでもえっと睦子さんだから1月ってことでしょ いや6月月なななんででのの逆にいや私おじいちゃんが、うん、あの女の子が孫に女の子が生まれたら、うん、こういう名前を付けようっていうのをいくつか、うん、あの決めてたらしくてで親兄弟たちが女の子生まれた順番からその名前を取っていくっていう感じだったらしくて<ー>最後に残ったのがムツ子だったから6月なのにムツ子はあでもこれ使えるね。 6月なのにムツコなんだ。<laughs> だって1月って大体思うじゃん。あ、ムツキからえ。え、そうでしょう、ね。ム<え>ツキ、きさらぎ、鈴木えさつきってあるじゃん。うん、だから、お、だからと思ってた。あ、そうなんですね。全く関係ないそうだよね。はい、確かに宿命鑑定やった時に1月じゃなかったわ。はいはい。なるほど。そんなムツコさんコンプレックスの塊でと、はい、っていうことだったんですけど、え、コンプレックスの塊でと言いながら。 でも高校で部活とかは中学高校とかバリバリやってましたよ何を<よ>？中学校はソフトボールをやって、うん、高校はハンドボールをやってました、うん、ソフトボールからハンドボールえ、はい、でそのえ何がソフトボール中学中学中学ソフトボールでどうだったんですかソフトボールはレギュラーレギュラーで、うん、一応ちょっと頑張ってました がんでなに頑張ってましたじゃないですか <laughs> マイク近づけて <laughs> えそれだどう頑張ってどどんななんか沖縄県選抜とか言っていったの代表にも選ばれたことはあります沖縄のはいおすごいじゃんいいいいえコンプレックスの塊がコンプレックスの塊だったんですけどそれに打ち込んでた時はそれを忘れられてたんですようん、うん、だから楽しく部活には励むことは、うん、あのできてましたなるほど。 えー、そのじゃあソフトボールに励んで、うん、代表にもなって、はいはい、で代表になりましたで他県のとなんか戦ったりするんですか全国あ行きました県外に行ったのい、はい、行ってんじゃんうちなんちじゃないじゃんうちなんちですえそれは全国大会に行ったのそうですね 選抜の全国大会にでもこの代表ではメインメンバーではなくてベンチの方で待機はしてました <laughs> でもでもそのだってソフトボールやってる沖縄の人たちって何チームぐらいあったのもともとその何チーム結構中部は盛んだったので何チームあったかな20とかそれぐらいは でしょで 20, 人に20チームあってでそしてそれが沖縄県が20チームってこと中部が20チーム中部ですねでその中部の代表になったってことじゃないでしで<も>沖縄県で,県で,、はい、でしょで沖縄で中部で20チームあるっていうことは最低9人でやるじゃんソフトボールた、はい、だ十10人として考えたら200人でしょ、はい、中部だけで、うん、でで沖縄の南部北部って合わせたら全部2020 20って仮にしたとしても60じゃん、うん 言うののってたたら人人のの中あなとか入んだよよよ考考ええたことになる考えましょうよ <laughs> <laughs> えそれすす、ね、すごごごいいいねだから全然なんかコンプレックスっていうことよりも多分気づかないんだろうねそういうことに<ー>こんだけの中の。うん、でそのレギュラーじゃなかったっていうメインバメンバーじゃなかったっていうことに今度は逆にまたそのマイナスのコンプレックス持ってレギュラーになれなかったとかっていうふうなことになっちゃったり。うんうん あ確かにマイナス思考ではありましたね,ね、はい、いやいや<う>でも全然ですよだって多分中部で20だったら南部で多分40あるんじゃないだって南部はちょっと把握はしてないんですけど那覇だね那覇 <laughs> 系だ,だらまあでも今言ったら600人ぐらいいるんでしょ、うんうん、もうだって中学校の時からあれじゃんコンプレックスじゃないですよ <laughs> すごいじゃん <laughs> 逆に言うと、まあ、でもどう解釈するかがね あれだったんですけど。じゃあその中学がバレエで、ああいうのってソフトで、うん、で代表まで行って、でチームはどうだったんですか？はい、全国大会。あもう一回戦で負けた。負けてしまいました。そこはまあ行った行ったから良かった。はい、その全国大会の、うん、その会場はどこなの？甲子園。いいええそんな大きいとこではないですよ。どこにいたか覚えてないですね私。覚えてない。はい。もう記憶がない。 そう本当に全国大会行ったの。行きました行きました。まあでもでもどこ行ったんだろう。行ったんですね。京都。京都。あ違う京都と戦って負けたんだ。と戦って負けた。でもなんか多分中学僕も小学校の時にあのサッカーのチーム入ってて山口県選抜になったのかな一応。おおそうなんですか。なったんですよへえ。なった。多分なった。市選抜かな。どっちか。サッカーのやつですね。サッカーのやつ。野球部がなくて。 野球部なくてサッカーをやって体鍛えようって言ってサッカー部やってほんでたら四川抜かなんかになってで県の全国大会に、うん、あ行ったんだわ行って1回戦か2回戦で多分負けたん,んでも僕らの1校上のチームは、えー、と山口サッカークラブって言って当時えっ、ー、とあれなんですよなんか清水 FC とか,だか全国大会で準優勝してた<ー>ですごい強いチーム、はい だったんだけど、うん、もちろん激和だったの激和だったしベンチ温めるどころか俺二軍だったもん二 <laughs> 軍はどこに、ね、ベンチも温まってないよ応援してたからなんかあるじゃん、うん、スタンドで応援するみたいなそんな感じだから、うん、逆にその僕は全然マイナスなっていうような感じのじゃなくて、うん、あなたはプラスってなってわるわけじゃん <laughs> って言うんだったら俺よりもすごいと思うから <laughs> そこはなんかでもどう解釈するかだよねそうですねうん、なるほどねははい、はい。じゃあ今度高校行きました はい、高校行って部活はバレエですかハンドボールやりますで辞めたのソフトソフトをやるために高校に入学したんですけど、うん、なんかちょっと違うなと思って辞めて、うん、しばらく帰宅部だったんですけどその同級生たちがハンドボールを立ち上げたいってことではい、はい、暇だから「お前も来い」って言われて誘われたのが始まりです、うん、あなるほど <laughs> でそのハンドボール ハンドボールって俺全然興味なかったんだけどうちの息子が高二の息子がハンドボール部なんだって。お、だったいや何だって。いやそうそうそう「お前何部なの?」って言ったら「ハンドボール」っつって「マジで?」ってやってんのっつってんか体がんかムキムキしてきたはいんか全然運動してないからだよとか言いながらでも体すごい強くなっててあれだからジャンプもあるし体幹も鍛えられるんでしょですね。すごく で、その何？ハンドボールはどうだったんですか立ち上げたメンバーの一人なんですけど、うんうん、まあチームは弱かったですよ。チームは弱かったですけど、うん、楽しくハンドはあの打ち込んでました。なるほど。それは楽しかったんですね。はい。コンプレックスとかはその時は感じてたんですか その時ははやっっててる最中は感じてなかったですよ<ー>ですもなんかもっと強くなりたいもっと強くなりたいとかもっと自分を上手にさせたいとかうん、うん、結構なんか高みを目指してたので、うん、そういった意味ではあやっぱり無理だっていうこのマイナスなな面がやっぱり出てきてきましたねなるほど、うん、じゃあなんかあれなんですねやってることとかっていうのはそんなマイナスとかうんぬんとかじゃないのに、うん、自分のその感覚の中でマイナスに考えちゃったりとか。うんうん さっっきのだって600人中20でしょ、はい、すごくね普普通普通すごい今考えたらそうですねだだ、ねうん、だっっってててかで60人人よだ5以内に入ってんじゃない中すごいよすごいすごい。すごいっていうのまあでもそんないろんな解釈からね、うん、そのマイナスに実際いろいろ思うところというのが実際あって小中高ね。 えっと過ごされたと思うんですけど、うんはい、高校出てからどうしたの？専門学校に行けました。何の？あのリハビリの資格を取ろうと思って専門学校に入りました。じゃ、はいうん、なんでそのそこの専門学校に行こうと思ったんですか？なんとなくですね。出た。<laughs> <laughs> 入ってました。<laughs> いやでもみんななんとなくだよね。 えでもその手に職をつけようみたいな、うん、あそれはあの親からずっと言われててかるで親もあの医療職してたのでそういう影響か別に興味がなかったわけではないのでとりあえずなってみようかなっていうノリで入りましたなるほど、うん、えそれ専門学校も沖縄で, 2>,、はい、で2年間 2> はい ななるるほほどどやられたんでですねその専門学校に出てやっぱリハビリのそこになろうと,、はい、と思って就職とはい、あまあなんとストレートな2年じゃない3年ですねあ三3年三年でじゃあ21の時にそのリハビリのとこに就職しましたよとはいっていう感じですねはいわかりましたえー、と今のところではでもストレートな感じに見えますけどでも気持ちの中でいろいろ 揺れと動くところがめちゃくちゃあって、ね、結構葛藤してる日々が多かったと思いますああ、うん、そのやっぱりその葛藤だから自分の名前でしょうん。見た目,見た目性格,性格思考,思考 <laughs> 全部ですまあまあでもなんかあのそういう風なところからまあ今ここにお越しいただいてるっていうことはね今ラジオの番組をやりたいっていうところからはい ダディさんラジオやって俺やってるよとっていうことで行きたいと、はい、っていうことでお越しいただいてるんですけども、はい、けどまあでもこういうふうに今やって一歩進んでみようとかうちの塾に来るっていうのも実際、はい、ね一歩進んでみようっていうようなところからの、まあ、何かのターニングポイントがあって、はい、まあ今のむっちゃんにつながってると思うんですけども、はい、まず一旦老生い立ちこの辺生い立ちのねところの高校までは今こんな感じにさせていただいて一旦今から CM に入ろうと思いいまますすあ、はい、ありりががととううごござざいます。 なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへそれは深層筋の強いこりが原因かもしれません北京道首里移住治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります本気で治したいとお考えの方北京道へぜひご相談くださいムム痛いけど超キック ファミリーシーサーウェディングシーサー新築誕生日退職のお祝いにもらって送って嬉しいさあなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします美ら海水族館から車で1分シーサー作りも体験できる「マイマイシーサー」でした「マイマイシーサー」で検索働いても働いても時間が足りないあなたへその悩み時間を失う悪習慣が原因かもしれません「ハートブリッジ桜井」です 私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。す時アクティングコーポレートソング、スポットライト、トイトバイ、ローカルコネクト。 眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜ク、クワンソウ、クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て、翌日スッキリ目が覚める。詳しくは、泣き陣眠り草本舗で検索。はい。 えー、皆さん C.M. もご覧いただきましてありがとうございます。さあ今日のゲストはですね、えっとウェイズムツさんにお越しいただいております。改めましてムツコさんありがとうございます。いまはいありがとうございます。さあ緊張した15分でしたけどどうでした。<laughs> いやまだ緊張解けてないです。<laughs> <laughs> でもそんな感じにね全然思いないですけど、まあやったらいいですよ自分でラジオの番組楽しくなると思います。はい、さあ行きましょう。ささで、はい、あのあれですよ専門学校に でいろいろコンプレックスの中で生きてきてと、はい、実は本当はソフトでもすごいのにでもいろんな自分のねマイナスのこととかってあって、うん、で過ごされてきたんですけどもターニンングポイトここはそ、い、の「ターニングポイント」をお聞きするその回、はい、まなんでそのどんなことがあってプラスになっていったのかと今のあなたになっていったのかっていうことなんですけど。うん ん、いつですか。一回目のターニングポイント。一回目のターニングポイントは、うん、子供の出産ですね。子供の出産。ね、二十一で。はい、二十一で。はい、で最初のこう、<っ>出産。早くしました。そうですね。周りに比べたら早い方だと思います。ねはい、え、その、もう大好きで結婚した。 まあ当時は大好きですね。さよならだいえっと結婚した。けどえでも付き合ってる期間というのはなかったわけじゃないんですか。付き合ってる期間は一年ぐらいはありましたかね。で子供できちゃったで結あまあでも授かり婚ですかね。最近で言うとね。まあできちゃったって話ですか。最近言うと。まあそうなんですけど。けど実際できて 1>, で1回目の他人事では出産、はい、子供ができたそれは何でですかさっきの生い立ちのところにも触れるんですけどコンプレックスの塊とかもマイナス思考な私だったので目の前に起きてる出来事がこの白黒写真のようになんか漠然と見えてたんですよ日々がで。それをずっと過ごしてて。 でそれを出産を機にあ私でもこんな,なんこの大きいイベント出産っていうイベントをできるんだっていうところからうん、うん、この鳴き声を聞いてなんかパッて世界が明るくなったんですよ<ー>目に見えるところになんか色づいてきてそっからなんか変わりましたね。うん、えその何曇ってて闇が ような世界でずっっと生きてきたってたはいそれがその出産したら、うん、からこの周りが色づいてきて<ー>この目の前にいる子供の泣き声とかこの笑い声とか寝顔で愛おしいなとか<ー>あ幸せだなっていうのを感じたり、まあ、逆に泣き止まない時も結構多かったので、うん、そこで辛さとかイライラとかもありましたけど。うん まあ、もともとこういうことに感情がなかったので、それを出産の気に。この子供から教えてもらって。うんうん、なんかいろんな世界の色が見えるようになりました。はあ、世界の色が見えるようになりました。これなんか男性。で、はあんまりわからないんですよ。よ男性ってね。うん 10ヶ月間ずっとこうだって頑張ってるじゃないですか、はい、女性は僕ら一瞬ですからね <laughs> 一瞬で終わりますからね <laughs> やっぱそのその10か月間まあ温めてきてっていうのか分かんないですけどでもこのやっぱあれな自覚があるの子供がお腹の中に宿るっていうことはあったと思いますうんでその生まれる前までっていうのはあんまり思わなかったその世界が開けたっていうそうですねただお腹に物がある うんうん、っていうような認識でしたうんそれが実際生まれてで泣き声聞いて実際赤ちゃんを見た時にーバーって色が見えるような感覚があったのをもう今でも覚えてますそれによって何何からそのんですかネガティブな、まあ、それによってバーンって変わった感じですかネガティブなむっちゃんのところから。 一気に変わった感じですか一気にっていうわけではないんですけど感情が出始めてきたので、うんうん、なんだろうそれはやっぱりその何自分の子供というか自分の体から新しい命が宿って出てきたっていうことなのかな、うんうん、その言葉で言うと。ああそれが、うん、正しいと思います。う でその光が実際っていうのは、まあ、感覚じゃないですかめっちゃ、うん、めっちゃ感覚なんだけどその時にはその光が出ましたと言ったってけど目の前しんどかったりとかいろいろあったりしません、うん、ありましたありましたありましたそれはどうだったのそのなんか気持ち的には気持ち的にはあでもそういう気持ちを感じられることが 幸せでもあともとじゃあその幼少期の時っていうのは、うん、その辛い気持ちがねっていうあるけどそれは感情がなかったっていうことそうですねんか楽しいっていう感覚もなかったし、うん、あの面白くないっていう感覚もなかったんですよ。 プラスな感情もあまり感じてる子ではなくて、うん、一言で言えば多分この部活で、ま、活躍してるようには見えてたかもしれないけどうん、うんま、自分自身はなんかもう淡々と目の前のことをロボットのようにこなしているだけっていう感覚です。 でそれは何でなの例えば大体ですよ僕もいろいろ何万人の方にこうやって携わっていろいろ話をお聞きすると、うん、やっぱその親御さんからこういうふうに言われてたとか育てられたとかあれはしちゃいけないとか、うん、こうしなきゃいけないとかでそのなんかいろいろ意見するとうるさいっていうことで止められたりとか、うん、っていうことをいろいろ聞いたりするんだけどどこから来てると思う、うんですか 名前を知られたくないっていう名前のコンプレックスあっ「むつ子」の、はい、<ー>と親に、うん、褒められた経験が記憶になくて、うん、だそこからかなとはあ<ー>今オえゴがっていう感じですけどじゃ家では実際じゃあ褒められることもない怒られたりはよくしたのあよく怒られてますた、ね、あそかえむっちゃん自体は何人兄弟なの三名です三名の下、うん 私がが一番上で弟二人いますでじゃあそのお姉ちゃんだからみたいなあありましためちゃくちゃありましたねああそこよねでもだって俺もだってお兄ちゃんだから長男、まあ、だから、うん、お兄ちゃんだからってやっぱあるし、うん、だからなんか我慢しなさいみたいなありましたね親に言われ <laughs> 直接言われたわけではないけどやっぱそう思っちゃうっていうのはすごくありましたねえしかもやっぱあれじゃないえ弟弟だっけ、はい、だからお姉ちゃんに何個したの と二つしたと、七つしたかな。はあ、じゃ、なおのことだ。七つしたなんか。<laughs> 自分でやんなきゃいけないしとか、自分が面倒見なきゃいけないし。うんはい、はあってなって、自分の存在価値が分からなくなっていったみたいな感じなのかな。あーだと思います。はあ、これ、あの、あれなんですよね。まあ、これ、僕思う、そのリスナーの方にお伝えしたいのは、僕みたいに、うん。 僕みたいに反骨すするやつは元気なんですよ <laughs> いやいや「お兄ちゃんなんだから」って「いやいやなんだよ兄貴」ってみたいな関係ねえじゃん」っつって言って反骨しちゃうやつはいいかもしれないけど、うん、まあ逆に言うとマイナスの,その存在がないとかうぬんとかじゃなくて、うん、存在を価値を出したいがために荒れるんですよ。 荒れるグレル系で変な方で目立つっていう感じになっていくパターンと <laughs>、はい、それを出したくないっていうので陰になるというか、はい、どっちにしてもなんかマイナスな傾向だけどね。うそうですねっていうふうなのがあってじゃあ家庭ではそうなわけでしょはい、で学校では名前枚え選んでしょいやで隠れてましもじゃじゃあ,じゃあ手挙げて当てられるとかっていうことも。 絶対手挙げたことなないです私めちゃくちゃあげてたけどあいつって <laughs> い<や> <laughs> 分かんなくなったら全黙ってるけどし <laughs> <laughs>、はあそうでじゃあそのまあ今ね子供が実際生まれて、はい、でまあその自分が自分で分かったあれか自分の存在価値が出たっていうことあーあそうかもしれないですねだってこの子のお母さんだけだしうん確かに。 ねあそこでやっぱ本当それが母のっていうことなのこれ、うん、強さであったりだとかそうかもしれないですすね全然男ダメっすよ <laughs> だから逆に僕がこんなんだからあそうそううちはあれです両親離婚してるんですけど、うん、うちの弟、まあ、僕はだからその両親離婚してるから僕は好きなようにというか反骨してやってってる。 使徒なんですけど、うん、うちの弟は真逆で「あの僕は市役所で僕はコツコツと、うん、僕は真面目に」って言って生きていってるまあ言ったら逆なんですよ、うん、逆なんですけどあのこの前、ね、うちの親父が亡くなってで通夜と葬儀でもう何十年ぶりかな二日間一緒に泊まったりとかでしたのただねすんごいやっぱ抱えてるのがあったみたいで。えー、兄貴は出てっていいっる で俺は山口から大阪に出て行ってで3年で帰ってくるわっつって,言って帰ってくると思ってたけど帰って帰らないじゃないですか山口 <laughs> 仕事もないし時給も安いし <laughs> だって時給高校2年で380円だよそう,そうなんですか380円でも沖縄の方が低いんですよいや当時はね当時だからだけどそうそうそんなんだったりしたわけですよで大阪行ったらそのキャバクラとかで俺ウェイいたしてたりしたから、うん、すごいきらびやきなところでご飯も給料も高かったし、うん やっぱ変えなないいじゃないでで、すかで。うちの弟は逆にそのあのおかんが1人でいるから何かおかんから言われたのかいろんなことがあってその彼は出ないっていう選択をしたんだけどそれが今までずっと今彼今48だけどやっぱずーっと思ってたみたいでこの前なんか「ああ」っつって言って彼が言ってきて。 でなんかいろいろ話をしてまあいや俺も変わらなきゃいけねえないなつって話を言ってたけど、うん、っていうなんかやっぱそのタイプによってね全然変わってったりすると思うし逆に21の時にそれが気づけたんだったら全然いい良かったよね早くに気づけそうですね今思えばこの時に出産できて私は良かったなって思ってますうんさあ長男でいきましたで旦那さんとは仲良くね仲睦ましくずっと ご過ごしになってらっしゃると思うんですが。って思いきや。思いき。<laughs> そんなことはありませんでした。そんなことないんだ。んなないんだ <laughs> はいあ。なるほどね。えー、で。まあ、お別れになったわけですね。はい。ご卒業されたんですね。はい。あの。なるほどね、すぐ卒業。しました。<笑><笑>え、それなんでなの?。合わなかったの。合わなかったのもあるし。うん、相手が。この子供ができた。っていうのを認識して。なかったんです、うん。認識してなかった。 うん、あ子供できたっていうのは分かってたんですけど、うん、なんか父親としての自覚っていうのがないように見えて、うん、申し訳ございません <laughs> そ,それであもういいやと思ってああ<ー><う>なるほどねすぐお別れしました今の僕の立場からすると分かってやと言いいたいですけど, <laughs> けどでもその当時からするとねそれはむっちゃんからするとそうだと思うし、うん、私もいろいろ無知な部分も あったので、うんまあ、まあ21だからね。はい、いやいや。でそんなんありました、ね。はい、でそしてで子供を実際一人でそこで育ててでやっていく中で、まあ二回目の結婚が、はい、えっと離婚してからよ、うん三年後四年後かな、うん、娘が四歳の時にいい方にい <laughs> い方に巡り合ってなんで笑うってんですか。まあいろいろあるんですよね。はい巡り合って。二回目の 結婚をしましあ2人そこから2人また出産して今3名の母親として。で、はい、その2回目のうんぬんとかってその出産2人目3人目っていうことも何かまたあったりしたんですか、はい、自分のターニングポイントターニングポイントで何か変えることであったりとか。うんいや2人目3人目は何だろう人数が増えただけで毎日慌ただしく、うん。 過ごししてた記憶しかないいのでで、うん、あまり覚えてないですなするほど覚えてないでもえそっかそっか仕事はずっとかっ、はい、してて、はい、でそのさっきのやっと病院のリハビリのところでずっと働いてるそうです、はあ、えじゃあその勤続何年勤続9年ですね<年>病院ははいでそれあれですか日勤だけ夜勤とかじゃなくてあ日勤だけですなるほどえじゃあ子育てもしてしてなんだ 仕事もして家事もして家事もしてえ旦那さんも手伝ってくれない,ないこれはやっぱ沖縄あるあるそういうわけではどうなんですかねあんまり言うと沖縄の人にめっちゃ怒られ女俺やっとるわとかって怒られそうな気するんでなんとも言えないですけどそけどまあでも昔の,その僕も長崎生まれですけどやっぱ九州男児ってなんか 男は黙って仕事して寡黙でみたいな電と座ってみたいな。うんで よく言ってるのが男らしいって言われてましたけど、うん、沖縄うんとかは関係なくいや多分それはやってないだけですよねぶっちゃけね。ってだと思っますいやも,うもう俺ももう黙って科目に座ってれるっていやちょっと違うと思うんですよね <laughs> ぶっちゃけね。まあまあでもそんなことが実際あって、はい、でご育てして仕事もしながらっていうようなことでまたあのターニングポイントを迎えられると思うんですけど、はい、けどまあそのタイミングの時にですねまあそのタイミングの時じゃないですねあの僕はその今 もう一回ね二度目の C.M. に入っていこうと思うんですけど、しゅんしゅん一旦中盤ここで終わろうと思うんですけど、今日はえっと今お聞きしているのはまああなたの一歩ソングこれを聞いたら元気になるなっていうのことをお聞きしているんですけども、どなたでしょう？私の一歩ソングは中島メイユの銀の龍の背に乗ってっていう曲ですね。メイユちゃんも大好き。メイユキちゃんは大好きです。曲全部好きなんですけど、一番この歌が 好きです。ああ、二十一年前ですよ。こ、え、れ、ー <laughs>。俺いくつの時、俺が三十歳の時です <laughs> で。えっと、という中島みゆさんの銀の竜の背に乗ってはですね。じゃあ、えっと、お聞きしていただ,いただきたいと思います。うん、じゃあ、タイトルコールお願いします。はい。はい。中島みゆの銀の竜の背に乗ってです。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道首里伊豆治療院には。 深層筋へ安全に針をすする技術があります本気で直したいとお考えの方北京道へぜひご相談くださいメメ痛いけど超キックファミリーシーサーウェディングシーサー新築誕生日退職のお祝いにもらって送って嬉しいさあなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします美ら海水族館から車で1分シーサー作りも体験できる「マイマイシーサー」でした「マイマイシーサー」で検索 働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトがに当たるなら、それぞれ アクティングコーポレートソング「スポットライト by ローカルコネクト眠りの浅い方眠り草本舗にお任せください沖縄伝統野菜クワンソウクワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきましたよく寝て翌日すっきり目が覚める詳しくは「泣き人眠り草本舗」で検索 はい、えー、お聴きいただきました中島みゆきさんの「銀の竜の背に乗って」ねえめっちゃういい感じでとでもなんでそのあれなんですか「銀の竜の背に乗って」が好きな、うん、好きというか一歩前に行ける感じなんですかそうですねこの歌は前から何回か聞いてはいたんですけど。うん ただ聞き流してただけで、三、うん、三、四年前ぐらいに。何かすごい落ち込んでる日々が多かった時に。うん、ボケーとしてて、口ずさんだのがこの歌だったんですよ。うんで、それで、まあユーチューブで。実際聞いたら。なんか竜。に私が乗って、この天空を駆け巡るイメージが。でき、できちゃって。 あめっちゃこの歌いいと思ってうるうるしながら最後まで聞いて、うん、そっから好きになりましたうーんいやでも本当なんか声もいいしね本んとですか中島みゆきさん全部いい歌、ね、そうもう大好き俺もうみゆきちゃんって言っても、うん、夜会に行きたかったんだよね <laughs> 夜会さあさあさあということでさあ後半ね最後後半になってきましたがさあ1回目のね<う> えーとターニングポイントは出産をされたと、はい、っていうふうなことで、まあ、こ暗かったところがバっと開けてと、はい、っていういうなこと自分の存在価値が、まあ、生まれたというか、はい、あったというようなことになったと思いますけど、はい、まあでもそのお仕事もされて2回目の結婚もされて3人の子育ても実際されていく中で、まあ、大変よね日々ね。そうですね,ね、はい、っていうふうな中にでも元気に頑張ってやってるんですか元気に頑張ってやっててやたら、うん 問題ないと思うんですけど、そこからなんかターニングポイントっていうか元気は元気でずっとやってた。元気は元気でやってました。じゃあそのなんかえっ、ー、と子供の頃にすごいなんか凹んだとかって暗い布とかっていうのは、うん、そこで一旦終わって、うん、あ,あなるほどそれ素晴らしいね戻るんじゃなくてねそうですねうん、うん、でそこからですよまあ実際やっていったらい,いんですけど二回目のターニングポイントになるんですけども。はい 二回目のターニングポイントなんですか？二回目のターニングポイントはこう二十九歳の誕生日の日ですね。誕生日の日に、はい、誕生日の日にこう最後の二十代じゃないですか？二十九歳ってでは最後の二十代だってふと考えた時に、うん、私このままでいいのかなっていう疑問が出てきたんですよ。うんうん、でその疑問がなんか。 苦しかったんですね自分の心が。この21で出産して子、うん、育てと仕事と家のことだけをやってきてたんですけど、まあ、もちろん楽しかったんですけど仕事と家の行き来だけで本当にこのままこの子どもたちの成長を見届けてていいのかっていう疑問が出てきたんですね。で それを一人で考えてたんですけど、まあ、答えは出てこなかったんですけどうん、うん、でもなんか違うなっていうのは直感的に感じてたんですよでもその直感もなんか余計に苦しかったなんか変えたいんだろうけど、うん、どう変えていいか分からなかったしな,なるほどじゃあそれを知ったところで行動に 出せるか、うん、自分っていう不安。うん、と葛藤で。二十九の誕生日。戦ったんですよ、自分自身と。うん、誕生日一日戦ったの。<laughs> いや、一週間で戦ってました。ああ、なるほど。今後、私どうしたらいいんだろう。うん、でも、今のまんまでは嫌だ。嫌だ。けど、何やっていいか分かんない。ないわあ、これあるね。これある人多いと思う、多分、リスナーさんの方って。ね、多いと思う。 はい、あいや戦ってはいごめんなさいどうぞ戦って戦って、うん、どんそうですねかといって子どもが3名いるので、うん、じゃこの住む環境を変えるとかではなくて、うん、なんかほんもっと他に私やりたいことがあるはずっていうのが出てきたのでじゃそれが何かっていうのを 自分の中でで考えてたんです、ねうん、でその時にたまたまこの「三名学」っていうものに出会って実際宿命鑑定をしてもらった時に、うん、あ私ってなんかもっといい星を持ってるんだって、うんうん、もっと自分を輝かせていい場所があるんだっていうことに気づけて、うん、なんか。 あじゃあ自分もっと行動しようっていう意思が固まったんですよ。かといってすぐ行動にはできなかったんですよ、うん、でまず病院やめようって思ってたんですけどや、うん、めることができなくて、うん、それがまた悶々として苦しかったんですけどそっから1年ぐらい悶々としてた日々を過ごして,て。てていい、ね、い年も悶々とできるって俺無理 <laughs> 1ミリしか無理<笑><笑>いい1年はい ももと思っててやめるにやめれなくてめめるにやめれなかったんですけど、うん、でも何かのタイミングでちょっとメンタルをあの崩し体調崩してしまって、うん、でうつ病になったり適応障害になったんですよそ,、えー、そっから、うん、翌日出勤できないぐらいの状態になっちゃって、うん、もうそのまま辞める形に なっっちゃったんですね自分で辞めるっていう意思表示はしてないんですけどうん、うん、もう出勤できなくなっちゃったからうん、うんね、もう静かにエザーウトしていって、ねうん、そっからまたいろいろ自分の周りでいろんなことが起こって、うん、宿命鑑定になりたいって思って三名学を習い始めましたしあとはなんか別のことチャレンジしたいなって思って。 たたまたま飲食店をやってる友達からお手伝いしてみないかっていう声をいただいて飲食の仕事も体験できましたしそっからなんかいろんな体験ができるようになってもともと病院っていう世界しか見てこなかったのが病院を辞めたことでそれ以外の世界を見えるようになったんですね。そっからなんかもっと 自分を変えて、自分も良くしたいし、うん、子供たちも良くしたいし。なんなら、沖縄の人たちをみんな良くして。いきたいな、そういう存在になりたいなって思ってます。うすご。すご,すご。え、それは、その、まあ、今、うちのね、宿命鑑定士養成塾にもお越しいただいてますけど。はい、まあ、宿命鑑定士としてお持ちじゃないですか、ご自身。はい、で、まあ、でも、その、何かが足りないと思って。 えーまあ、お越しいただいたと思うんですけど、はい、その沖縄の子たちにこうやって伝える上で何が足らないと思ってたんですかご自身で何かが足らないと思わなければまず「宿命鑑定士」っていうのは別の他文、うん、のところで撮ったんですけど、うん、本当に私人に伝えていいのかなっていう不安が出てきたんですねまた新しく。うん 本当に私が伝えていいのかとかと本当に私でいいのかなうん、うん、この人の助けになるかなっていう不安からなかなかこの鑑定士として活動することができない日々があったんですけどその同じ塾生から伊達さんをご紹介いただいてから伊達さんのようになりたい。

何を得たいその伊達の。伊達さんになりたいになれないじゃないですか。<laughs> 何をパクリたいそうですねまず伝え方とか立ち振る舞いっていうところはもうすごく真似したいなっていうところは思います。あと行動力ですね。行動力。もうまあ県外出身で今沖縄に住んでますけど、はいはいはい ほぼほぼ沖縄にいないじゃないですか。そんなことないよ。<laughs> 本当ですそんなことない。出張行ってるだけよ。<laughs> いろんなところで、ねうん、活躍されてるのを見て、も私もこういう風になりたいすごく思いますうんうん、うん。そのすごいのは、まあ今僕のって話は、まあたまたまね、今僕のところに来てくれてるからって聞いたんですけど、うん、そのなりたいと思って行動1年間かかってもやもやしたのが <laughs> 即行動したわけでしょ。そこすごいよね。 真似したいっていうのがあったから。でも,でもそれは最初の例えばですよこれあのむっちゃんに限らず、まあ、もちろんむっちゃんをお越し頂いてるのはむっちゃんなんだけど633で12年ってか18年ぐらいずっと悶々としてたわけでしょ <laughs> 言ったら18年悶々でずっとしてで子供が実際21で生まれてでそこから頑張ってここは良かったじゃない自分でやりたいと思ってやってるから。うん でも29歳の時にうーんって思ってで1年でやめたわけじゃんでもやめたっていうかの自分からはアクションはね起こせなかったかもしれないけど、うん、けど実際やめましたで学びに行きました資格も取りました、はい、で、えー、そしてあの紹介していただきました、うん、じゃあやりましょうってパッて決めました、はい、っていう話であったりとかっていうのが、はい、どんどんスパンが短くなってたやつに分かるそう今言われたら 18年からその何か何年かなて、うんてで1年かかってで今その会ってからだって1年たってないでしょまだたってないですね3か月か4ヶ月か月ぐらいしか経ってあそんなもんです、ね、そんなもんなんですよ <laughs> <laughs> でもそれで実際今ラジオもしたいっていうふうに言って、はい、で出たいとって言ったらたまたま「ラジオ番組持ってるよ」はい、出ますか」って言って今日になってるわけじゃんそれもでも実際やっぱ行動力の、うん たどん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 多分スパンが速くなっていってそうなっていったりすると今度はたからむっちゃん見ると「なんでそんなに動けるんですか?なる」はい、ってなるのよ。ってなるのよ。ってくるから人、はい、でそうなったりすると余計今その何「あなたの一方ラジオ」って言って今こういうふうにしたいんだって今度はむっちゃんみたいになりたい人っていうのが増えてきたりして、はい、じゃあこの場が今度逆になってやっていったりとかすることになって るからどんどんなんか一歩前に進んでるんすごい。ああ嬉しいです、ね。聞くとすごい。<laughs> すごく嬉しいです。<laughs> すごい。なるほど。まあねということで今今後の夢をお聞きしたいと思っているんですけどこれ新たに<え>まあ今、えー、なんですか沖縄の人たちにって言いましたけど、はい、どんな人たちにどうなってもらいたいっていうのとあったりしますか。んそうですねまあ実際私みたいになんか悶々と生きてる人。も なんかやりたいけどできないとか、うん、本当にこのままでいいのかっていう自分自身の葛藤してる人って他にもいっぱいいると思うんですよそういう人たちの縁の下の力持ちとして、うん、私がこの手助けできたらなというふうに思ってますなるほどねいいやいや、でもみんなそうだと思うんですよこういうふうな人にこうしてもらたう例えば僕シングルマザーなんでおふくろ いるでしょ、うん、でおふくろに育ててもらったでしょだからその今度「主精クラブ」ーブ沖縄中部会場を立ち上げるけどそのシングルの人たちもっと頑張れってやっぱり思うし、うん、沖縄の人ってやっぱそう多いじゃないですかシングルの方ってだからその方たちもっと頑張ってもらいたいなって過去のことがあるから今逆にそういう風な人たちに自分が何かしてあげたいってやっぱみんな思うんだって、うんうん、だからその是非そういう風にこう悶々としてる人たちとかに。 にに逆にこうパワーを与えていたただきいいなと思いますし、はい、いやなそんなのができたらめっちゃめっちゃいいな <laughs>、はい。はい、えー、ということで今日ねウエ、えーズ・ムツコさんにお越しいただきましてあ,ありがとうございます。いろいろこうあのリスナーの方がね影響を受けられる方って多分いっぱいいると思いますが、はい、さあ最後にですねこれ「笑っていいとも方式」でご紹介いただく感じになってるんですけどもどなたかご紹介いただけるどなたですかね。 エリーさん同じ熟成のエリーさんですね、はい、滋賀県ご在住のエリーさんをまた次のゲストとしてぜひね来て頂きたい今ね彼女も多分相当緊張してると思いますはいさて早いものでお時間となってまいりました今日もあっという間の1時間でございました、えー、本当に今日はねえっ、ー、と上津松川さん お越ししいいたただきまま、はい、ありがとうございます宿命鑑定士としてあのこれからも動かれますので是非是非リスナーの方どんな,なんなって話を言っていただいたらあのお問い合わせできると思いますし,できますし、まあ、僕とはまたやっぱ女性なんでこう違うあの僕は完全に統計学っていうのことで話をするけど、まあ、どういうふうな見え方であったりとか うんとどういうふうにしていったらいいっていうのはたぶんむっちゃんの感性はまた僕とはまた全然違うのでそういう鑑定からねえっ、ー、と鑑定していただくことっても実はできると思いますから、はいはい、なのでこれからもね大活躍していただきたいなと思っております。ということで皆さん今日もお聞きいただきましてありがとうございました。